カラス山城は、下屋国なすぐにあった、日本の城である。標高202メートルの八鉱山に築かれた山城で、山上部に、本丸、二の丸を中心に五条三車と呼ばれる車を廃し、城山の登録に、万治二年に、堀近政によって、三の丸が増築され、五天と多門矢倉が築かれた。年、も、初代のによって築かれ、 永正11年の金助滅亡まで、下、も、那助の居城、那須市統一後は、那須市の居城として使われた。戦国時代には、北地国の佐竹市によりたびたび攻撃対象とされ、永六六年の大会の戦い、永六九年のジブナイの戦い、永六十年の大垣山の戦い、霧が、沢の戦いなど、何度か城下まで攻め込まれているが、いずれも退けている。 天正18年のナススケハルの第二、豊臣秀吉による小田原征伐で、北条氏側に立ったナス氏は一旦解役された。後に同じく、小田原征伐後に百万国を没収され解役された、小田信長の次男の小田信夫が入場し、二ヶ月間上司を務めた。その後は文読四年に、成田市長が二万国で封じられるが、1596年に死去。あと、 弟の成田長忠が継いだ。成田氏の下で、江戸時代の開始を迎え、登場が、枯洲山藩の成長となるが、現那2年に、長忠が死んだ後、数年ほどの間に光景をめぐるお家騒動が二度起こり、数代続いた成田氏は開役された。次に、松下茂紗が入るが、4年後に天保、堀信新良が入り、45年後の時代、堀近政の時に天保 変わって、漢文十二年に、幕閣の重鎮であった、板倉重則が入法し、城下町の改良を始めるが翌年に死去。時代の板倉重主が事業を継続するが、計九年後の遠方九年に転法。変わって、下屋国な須藩から入ったのが、那須氏渡る。九十年ぶりに、那須氏が城主に復帰した。ただし彼は、 那須氏の血縁ではなく、徳川四大将軍、徳川家綱の聖母法人の弟、すなわち、将軍のおじにあたることから取り立てられ、名族の那須家に養子に入れられた、出世の人である。しかし六年後の上京四年、養子の那須すけ勝の時、お家騒動で改役された。後に、長井直弘が入るが十五年後に天保稲垣茂富が入り、 15年後の時代の稲垣、秋田県の時に、天保と半死化の交代が繰り返された。教法10年、大久保徳春の入法後はもう天保は起こらず、大久保氏が代々上常を務めた。明治2年、半石奉還と共に廃城となった。明治5年には、積雪によって三の丸五殿が倒壊。明治6年には、失火によって、古本丸、二の丸、中城。 北城の建物を消失した。現在は県立自然公園として、石垣、土塁など、各遺構が良好な形で現存している。また、カラメもモンである神長戸が移築され現存している。ありがとうございます。